デジタルテレビ放送 i s d b ワンセグ日本で初めてのワンセグ対応携帯電話三洋電気 w 3 3 s a a ワンセグは日本で主に携帯電話などの携帯機器カーナビゲーションディスプレイ付きカーオーディオを受信対象とする地上デジタルテレビ放送の通称正式名称は携帯電話移動体端末向けの1セグメント部分受信サービス 2 0 0 9年4月1日の11時から東京都など29都府県で開始し、同年12月1日にはハイビジョン放送と同時に全43県の県庁所在地及び近接する一部の市、町、村でも受信できるようになった。2008年3月末まで一つの放送局から同一番組を流す最ル放送が義務付けられており、 ワンセグで見られる番組は12のセグメントを使用する地上デジタル放送の主番組と同じだったが2008年4月1日改正放送法の施行によってサイマル放送の義務化が解かれ部分的なワンセグ放送独自の番組の放送が始まった。なお正式名称は前述の通りだが本校ではワンセグとして解説するパソコンでの視聴。それまでは アナログ方式であったテレビ放送をデジタルに切り替える過程で需要の高かったモバイル端末やカーナビゲーションシステムへの導入を主な目的に開発されたシステムであり受信機器が小さく設計できる利点がある。日本の地上デジタルテレビ放送では UHF 帯の 470MHz710MHz を13から52チャンネルと呼ぶ40のチャンネルに分け そのチャンネル一つの周波数帯域幅 6MHz が13のセグメントに分かれた構造となっている。13セグメント中ハイビジョン放送には12セグメント、標準画質放送には4セグメントが割り当てられている。このうち、モバイル端末用として1セグメントを割り当てて、画面は小さく、性能を低いものの携帯性や移動性を重視し、解像度が、 クォータービデオグラフィックスアレイの放送を行うこととなった。この1セグメントを略してワンセグと呼ばれている。音声は 2CH ステレオであり 5.1CH サラウンドステレオには対応していない。これはあくまでテレビ放送であるためワンセグ受信にインターネット通信は不要であり、ワンセグ視聴してもパケット通信量を消費することはないが、携帯電話では データ放送として番組と同期した情報を受信する場合には電波ではなく携帯電話のデータ通信で別に送受信していた。この場合、携帯電話の設定を変更していない限り画面にサーバー受信可否を問う画面が表示される。単なるワンセグ受信機器だけで視聴する場合にはこのような情報は表示されず送信することもできない。 ワンセグは既存の地上デジタルテレビ放送と同じアンテナから送り出される。そのため、地上デジタルテレビ放送が受信できる地域では、ワンセグも受信できることになる。当初は県庁所在地から地理的に遠く離れた山村、離島などの市町村は、地上デジタルテレビジョン放送そのものが開始されておらず、受信できない地域もあったが、2007年以降、 中継局の開局増加に伴い、それらの一部地域でも受信できるようになった。放送開始当初、受信可能な機器は p 9 0 1 f W33SAA、W41H の携帯電話3機種のみだったが徐々に増加。ワンセグ普及当時はまだインターネットでの動画視聴が普及していなかったため、スポーツ観戦や通勤中のテレビ視聴、 各家庭での若年層へのテレビ視聴環境に大きな影響を与えていた。しかしその後高速回線とスマホによる動画視聴が容易になった上、ISDB が世界的にマイナーな企画であることや、ワンセグ機器を持っているだけで NHK 受信料義務が生じるといった点もあり、2010年代後半には大王機種は大幅に減った。ワンセグ放送は十二セグメント放送との サイマル放送が義務付けられているが、実験として12セグメント放送とは別編成を組んでの放送も行われており、その場合、アナログデジタル放送で放送されている、通常番組は視聴できない。例として、日本テレビでは、関東ローカルで、ナイター期間中に、プロ野球中継の放送を21時から、ハイライト形式で放送を行っている。また、 大規模な独立編成では2008年12月21日に M-1 グランプリの廃車復活戦をテレビ朝日、朝日放送テレビ、北海道テレビ放送、名古屋テレビ放送、九州朝日放送の5局で放送し、ワンセグ独自番組としては初の同時ネットを行った。札幌テレビ放送では、 土曜日10時25分10時29分及び11時54分11時59分に12セグメント放送では各地域ごとの番組を放送する。ワンセグでは道内一律で札幌局発の番組で札幌放送局管内の12セグメント放送と同一内容のオタルフラッシュニュース及び札幌ふるさと再発見を放送しているため 差し替え放送を行っている地域では、実質ワンセグ独自番組となっている。また、CM も12セグメント放送では一部時間帯で、各地域ごとの内容に差し替えられるが、ワンセグでは、道南一律で、すべて札幌局発の CM を放送しているため、これも差し替え放送を行っている地域では、実質ワンセグ独立編成の扱いとなっている。また、過去には、 東北地方の NHK 総合テレビでは2006年4月1日から2007年3月4日までの期間ローカル番組において12セグメント放送では各局ローカル番組ワンセグ放送では仙台初の宮城ローカル番組を放送していたそのため宮城県以外では実質ワンセグ独立編成の扱いとなっていた NHK については 放送法の他条項等の規定により、当初独自放送は認められていなかったが2009年度より解禁され、2010年度より教育テレビで独立編成を行うこととなった。名称は NHK ワンセグ2で放送局が名付けた故障である。情報番組ワンセグランチボックスバラエティ番組青山ワンセグ開発ニュース番組モバイル週間ニュース NHK たチャンネルと連携しつつ、ワンセグ独自コーナーを設ける番組、マリコ様のお利口様、などが制作された。総合テレビについても実施に向けた準備作業を続ける方針とされたが、独自放送の視聴状況及び携帯電話機器の技術革新などにより2012年度より編成が順次縮小され、2015年3月末限りで、ワンセグ独自番組はすべて終了した。 2015年度以降は NHK はワンセグとフルセグで同じ映像を放送しているがフルセグで行われる時刻表示や天気ループはワンセグでは表示されない。また災害時などの L 字型画面は東京喪失の場合ワンセグでは非表示となっている。また2020年からの新型コロナウイルス問題で総合テレビの画面左に表示される QR コードは 東京創出の場合ワンセグでは非表示となっている独自編成の一種である。別名にワンセグローカルサービスなどの言い方もある。これは受信エリアを通常の県域放送とは別に特定の地域に限定して配信するもので、これまでに J リーグの試合会場や渋谷駅付近等で実用試験が実施されている。またテレビ大分も2010年4月に県域民放で初めて 同局主催のイベント、トス祭りの会場限定のワンセグを放送したことがある。通常のテレビ放送と同様に、ワンセグによるマルチ編成も、ストリームレベルの多重化により可能である。2007年11月16日、東京メトロポリタンテレビジョンはワンセグによるマルチ編成の実験に成功したと発表し、翌2008年6月23日に、ワンセグによる マルチ編成、ワンセグ2サービスを開始した。なお、ワンセグ2サービスも、NHK ワンセグ2と同様に放送局が名付けた、故障である。通常のテレビ放送では、マルチ編成が3分割できるのに対し、ワンセグでは2分割しかできない。なお、東京 MX では、通常のデジタル放送でも2分割放送までしか、行っていないため、通常のテレビ放送と、 同内容でのマルチ編成が可能である。また、民放で、最後発のワンセグ開始となる、奈良テレビ放送は開始当初から2016年3月31日まで、全時間帯でのマルチ編成を実施していた。片方のチャンネルでチデジとアナログ放送の、サイマル放送、もう片方では、チデジアナログ向け番組を、 放送時間をずらして放送する他ワンセグ独自の番組を放送しまった区別編成のチャンネルとなっている。固定テレビとワンセグを全時間帯でマルチ編成を行うつぼねは奈良テレビが初めてとなる。2019年10月22日には南海放送も民放語大系列で初のワンセグにサービスを開始したが、同局ではワンセグにサービスではなく、 第2ワンセグ放送サービスを名乗る。本放送開始前の2006年2月に、都営地下鉄で地下鉄構内での再送信による受信の実験が行われた。4月1日に、同日までに地上デジタル放送が始まっている地域の放送区域で本放送が開始された。ただし移動体端末での受信のため路上、屋内など地上10メートル未満の高さで受信する場合、 放送区域内でも、電解強度が弱い場合は受信できない。12月1日には、各都道府県の NHK 民放全局で、地上デジタルテレビジョン放送が開始されたことに伴い、ワンセグ放送を行う放送局も全国に拡大した。ただし、放送大学は2018年10月30日の廃局まで、ワンセグ放送を実施しなかった。遊園地。 博物館、大学などで強小な地域を対象とするエリア、放送もある。羽田空港などで実験が数例行われた後、2011年4月に、総務省がホワイトスペース特区を認定して一部地域にて、エリア限定型ワンセグ放送の研究開発や、実証実験を行った。これらの結果を受け2012年4月には、エリア放送が制度化され、 地上一般放送局として免許されることとなった。なお、エリア放送は12セグメント放送でも免許され、六本木ヒルズや南相馬チャンネルではサイマル放送を行っている。ワンセグでは一般のテレビと同じ番組に加え、各テレビ局が番組を楽しむために、ワンセグ専用に制作したデータ放送コンテンツも利用できるため、放送局が それぞれの特色を生かした展開を図っている。ワンセグ専用データ放送には放送と通信の連携機能が数多く用意されていることからデータ放送に対しては携帯電話事業者各社からもまた次世代のモバイル関連ビジネス活性化の観点からも各所から期待されており今後テレビ各局によるさらなる活性化が予測される。データ放送を含めたコンテンツ制作で 日本テレビは、モバイルコンテンツフォーラムが主催する、モバイルプロジェクトアワード2006や2006年、グッドデザイン賞も受賞している。リクルートや NTT ドコモとの連携も行っている。ワンセグ用データ放送には、BMLC プロファイルが用いられている。このプロファイルは、BS デジタル放送や、地上デジタル放送の A プロファイルとは異なる機能が、追加されており、上記の、 放送と通信の連携機能が実現されている。日本以外の地域でも移動体向けの地上デジタルテレビ放送が始まりつつあり、大きく分けて日本方式、欧州方式、韓国方式の3方式がある。このうちセグメントの部分受信という方式をとっているのは日本方式だけである。この日本方式ではブラジルが2007年後半にいくつかの都市圏から 放送サービスが始まった。ただし、使用周波数が日本は470よび 770MHz なのに対しブラジルは 806MHz、毎秒フレーム数が日本の 15FPS に対しブラジルは 30FPS とシステムの相違が見られる。他にはペルーでも日本方式の地上波デジタル放送システム導入が決定し、ワンセグ放送開始への可能性が明けた。 なお、ワンセグは、テレビ放送の部分受信というその方式上、欧州方式や韓国方式に比べて、少ない基地局で、圧倒的に広い地域に放送することができる。ただし、比較的低い周波数帯域で、かつ狭い帯域を利用しなければならないため、他方式に比べて画質が劣る。開発に至るまでは、MPEG-4 のライセンス問題や、従来の MPEG-4 に代わって、 MPEG-4ABC H264 を採用すると副長回路の演算性能を高くしなければならないなどの問題も生じた。さらに移動体の中でハイビジョン放送の受信実験をしたところ専用アンテナをつければ十分に受信できるという結果が出たため必要性を疑われることもあった。実際にカーナビのハイエンドモデル一部のスマートフォンに関しては12 セグのハイビジョン放送とワンセグの両方に対応した機器も登場している。移動体での受信では、固定で受信する通常の放送やハイビジョンに比べて受信環境が厳しくなる。そのため、変調にはノイズに強いものが採用された。なお、日本の地上デジタル放送では13セグメントを最大3つの階層に分割し階層ごとに、使用セグメント数、変調方式、 畳み込み符号の符号化率などを変えることができる。映像圧縮技術には MPEG-2 に対しては2倍以上という圧縮品質を実現した H264 が採用された。さらに音声には AAC が採用されている。なお、低ビットレートで音質を改善する追加技術 SBER の適用に関しては放送局による。 通常の地上デジタル放送と同様 MPEG-2 システムに準拠したストリームとして伝送される。帯域削減のため、あるストリームに含まれる多重化された番組を PMT のパケット番号で列挙するテーブルであるパッドの創出を行わず、ある番組に含まれるストリームがどのパケット番号を使っているかを指定する。 PMT のパケット番号は固定の値 0X1FC8 を使用する。もし多重化された番組があるなら、副番組は 0X1FC9、帯域が許せば 0X1FCF まで8、番組を識別可能。ワンセグ受信回路は、アンテナ、フィルターを含む、チューナー回路、OFDM 副長回路、MPEG-4ABC、H264? mpeg-2ac 複合回路から構成されている。2008年現在では、ワンセグ受信用に、チューナ用 lsi、ofdm 復調用 lsi、フィルタ、推奨発信し、受動部品が一つのモジュール組み込まれた、ワンセグチューナモジュールが使用されることが多い。今後は、チューナ回路と ofdm 復調回路を一つに、統合した lsi を周辺部品と共に、直接、 メイン基盤に実装するものが増えると予想されている。JEITA の統計によれば2011年1月でワンセグ機能付き携帯電話の日本国内出荷実績が2007年7月からの累積出荷台数で1億台を突破した。また2008年8月にはそれ以降の全携帯電話の出荷の85.1%がワンセグ機能付きである。 ダイバーシティ受信を行うため、アンテナとチューナー回路を複数備えるものも登場している。このように、新規生産される携帯電話への搭載はほぼ行き渡りつつあり、今後はスマートフォンやカーナビへの広がりや、ノートパソコン、ウンプック、携帯メディアプレイヤーにも搭載が期待されている。2008年現在は2010年のサンプル出荷を目指した12セグメント放送用受信モジュールの 開発が進められているが、消費電力がワンセグ用の10倍程度であり、携帯電話のような電池容量の小さな携帯型情報機器に搭載するためには、今後の改善が求められている。また、受信状況も12セグは難しい点が多く、ワンセグと12セグの切り替えなども必要とされる。3桁で指定されているチャンネル番号については、 上2桁、リモコンキー ID プラス60下1桁として指定され、以下のように12セグとは別の放送として扱うことが明示されている。ワンセグ受信に対応していない、地デジ受信機でワンセグのチャンネル番号を入力すると、サービス対象外、またはサービス非対応である旨の警告メッセージや、一部機種では、このチャンネルは、受蔵機にデータを送るための放送です。 等が表示されるか、何も映らない。逆に3桁入力に対応しているが12セグに対応していないワンセグ受信機も同様の結果となる。なお、上2桁、リモコンキー ID プラス20下1桁、8は G ガイド用に割り当てられており、基本的に JNN 系列局の番号と連動する。現在、ワンセグの放送自体には、 デジタル著作権管理は適用されていない。録画されたデータには、その受信機のメーカーによって、独自のデジタル著作権管理を付け加えて、著作権保護を施し、他の媒体へのコピーができなくなっている。ただし、ダビング銃に対応した機器もある。ワンセグ端末は日本放送協会受信規約、第2条、第2項に定める。 NHK のテレビジョン放送を受信することのできる受信設備であることから NHK はワンセグ端末も受信契約の対象であり受信料を支払う必要があると主張しているただし自宅などにあるテレビで受信料を払っている場合は自宅に複数台のテレビを所有している場合と同じ扱いになるため追加で受信料を支払う必要はない NHK 総合チャンネルのデータ放送を受信すると、次のように放送表示される。受信料について、ワンセグ受信端末も、NHK の受信契約の対象です。ただし、すでに受信契約をいただいている、ご家庭では、ワンセグ受信端末を購入されても、新たに受信契約をしていただく必要はありません。契約の案内文全文2007年10月。 現在2016年8月26日、埼玉県朝霞市の大橋正信市議が受信契約締結義務の不存在等の確認を求めた裁判で、埼玉地方裁判所は放送法2条14号で設置と携帯が分けられていること等から、ワンセグ端末の携帯も設置に含まれるとする NHK の主張を分離解釈上、 相当の無理があるとし、ワンセグ端末携帯者には受信契約締結義務がないことを確認する判決を下した。NHK は一審判決を不服として、東京高等裁判所に控訴した。2018年3月26日、東京高等裁判所は一審判決を取り消し、設置には、携帯も含むとして、ワンセグ端末携帯者には受信契約の締結義務が、 あるとする判決を下した。原告側は不服として上告した。2019年3月13日最高裁判所は原告の上告を棄却し受信契約の義務があるとする判決が確定した。また、自宅にテレビがなくカーナビのみを所有する女性が受信料の支払い義務がないことの確認を NHK に求めた裁判で、 2019年5月15日、東京地方裁判所は、カーナビのワンセグも受信契約の対象とし、女性の訴えを退けた。なお、ワンセグチューナーを搭載したポータブルのテレビ受蔵機や、モニター付き DVD プレイヤーも、各社から発売されている。また、ラジオ受信機の中には、ワンセグの音声を聞くことができるものも登場している。いずれも通常の地上デジタル放送とは別の、 設定により同時にワンセグ録画をしたものを転送する。ほとんどは本来のワンセグ放送そのものの録画ではない。ありがとうございます。